バロンズコート駅は、ロンドン中心部ハマースミスフラムロンドン特別区にある、ロンドン地下鉄、ディストリクト線、ピカデリー線の鉄道駅。当駅は、アーノスグローブ駅まで、ピカデリー線東方面行きの列車にとって、最後の地上駅であり、ディストリクト線と対面の理解が可能な駅である。当駅は、グリダンロードに面していて、タルガースロードから近い位置に位置している。 ピカデリー線は駅の東側でトンネルに入り、ディストリクト線はウェストケンジントン駅へ地表を走行する。1905年10月9日に開業した。日中の運転パターンは以下の通り。ABCD マルチリアーステーションエントリーエグジットフィギュアスロンドンアンダーグラウンドステーションパッセンジャー,ユーセー時データロンドン交通局 2015年3月31日閲覧。ABCDEFGH f e a t クライブピケデリーライン。クライブ S ア n d ー r g r ン u n d Line g u i d 2015年6月1日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年6月1日閲覧。バロンズコートチューブステーション。Google Maps 2015年6月1日閲覧。ABC f e a ー、クライブディストリクトライン。 クライブ、S アンダーグラウンドラインガイズ、2015年6月1日時点の、オリジナルよりアーカイブ、2015年6月1日閲覧。ディストリクトラインタイムテーブル、フロム・バロンズ・コート・アンダーグラウンド・ステーション・ツー・ウエスト、ケンジントン・アンダーグラウンド・ステーション。トランスポート・フォー・ロンドン、2015年6月1日、閲覧。AB、ディストリクトラインタイムテーブル、 フロムバロンズコートアンダーグラウンドステーションツーハマースミスアンダーグラウンドステーショントランスポートフォーロンドン2015年6月1日閲覧 AB ピケデリーラインタイムテーブルフロムバロンズコートアンダーグラウンドステーションツーアールズコートアンダーグラウンドステーショントランスポートフォーロンドン2015年6月1日閲覧 ABCDE ピケデリーラインタイムテーブル フロムバロンズコートアンダーグラウンドステーションツーハマースミスアンダーグラウンドステーショントランスポートフォーロンドン2015年6月1日閲覧ありがとうございます